そこからのフォーク、またシュート、全部生きてくるんですよね。その1球が作る組み立てができるわけですね。ただ今日は4打席目見まして、フォアボール、ヒットはここまで1本です。だから谷繁押しも、ね、期待しているピッチャーだけに、はい、あれだけ点差もありますから、そうですね、最悪もしミスしてホームラン打たれてもね、まだ3点ということであれだけインコースを要求したと思うんですけど、そういったところは自信につながると思うんですけど、ちょっと投げきれなかったですよね。今谷繁マウンドに向かいますね。そういったやり取りもおそらくあるんでしょうね。それだけたまに、ね、桑田さん言われたように力のあるピッチャーですから、期待はしてるんですよね。そうでしょうね、はい、今日が今シーズン46試合目のマウンドになります。24歳3年目の武藤です。わずかに外外れました。いいボールなんですけど ね、 ね、今日の主審はあそこ取らないんですよね。あ、そうですか。1球も取らないです今日はね。ここまで杉内君が投げても、はい、カブレラが投げてもですね、はい、いずれもシュートは判定ボール。一発が出ればたちまち2点差まで詰め寄りますが、これも低く外れました。これで高橋も須田があるとなりますと、まあ、このところちょっと当たりは止まっていますが、坂本満塁。今中コーチがちょっと世話しなくなってきました。ブルペンでも浅尾でしょうか、今準備を始めています。だから今のところのドラゴンの勝ちパターンは、はい、マドリガル、浅尾、岩瀬というところですから、本当はそこのパターンまで行きたいんですよね。今ゲームは7回まで来ています。マウンド上武藤は4番手。打ち返した、センター方向、打球は伸びる、大島下がる、見送って入った、バックスクリーンのスリーランホームラン。さあゲームが分からなくなりました。2点差としました。バックスクリーンに放った高橋由伸のスリーランホームラン。5点差が一気に2点差、ジャイアンツが詰め寄りました。さあこれで東京ドームの雰囲気がまるっきり変わりました。これでちょっと焦らないといけないですよね。そうですね、5点リードがあっという間の2点に変わってしまいました。高橋由伸第6号、バックスクリーンへのスリーランホームランを放ちました。最近よく伸びますよね、高橋選手のホームランの、ね、当たりが。東京ドームの空気を変える高橋由伸のセンターバックスクリーンへのスリーランホームラン。桑田さんも先ほどおっしゃっていたように決して悪くはないボール、これは立浪さん打った高橋の技術ということになるんでしょうかね。そうですね、あの低いボールを、ね、しっかりとこれだけの角度をつけて、はい、バックスクリーンですからね。そうですね。そして桑田さん、この谷繁の表情がもういろんなものを物語っていると思うんですが、まあ、うまく打たれたっていう気持ちよりも、はい、どうして俺が要求したところに投げてくれないんだというね。なるほど、はい、そういうがっくりですよね。今中コーチもかなり、まあ、厳しい口調と言いましょうか。おそらく要求したところに来て打たれたら、はい、ごめんな今俺が悪かったって言うと思うんですよ。それが、まあ、バッテリーなわけですよね、はい。